皆さんこんにちは。ラティオスのレベルアップ200いきます。199までは前回半年前と同様に全てノーアイテムでクリア済みです。で、200は前回はアイテムの制限時間プラス10のみを使ってクリアしています。前半はタイプレスからのコンボ、とどめはラストワン2発、これでなんとかクリアしました。ただキュレムのレベル300、ギラティナのオリジンホルムのレベル300がノーアイテムでクリアできているのに対して、このラティオスのレベル200だけは未だにノーアイテムでクリアできておりません。なので何としても今回このラティオスのレベル200ノーアイテムでクリアして、時間制完全ノーアイテム制覇したいと思います。ただものすごい難しいです。なんでキュレムやギラティナオリジンホルムがノーアイテムでいけるのに対してこっちが難しいかと言いますと、まず一つはスコアが高いこと。ギラティナのオリジンホルム、キュレムと比べるとスコアが大体2万ぐらい高いです。それから制限時間が45秒と短い。あとはキュレム、ギラティナオリジンホルムは状態異常を乗せた上でのラストワンが使えました。怖がらせるプラス、もしくは火傷させるプラスですね。ただこのラティオスに関してはジャラコのラストワンは状態異常が乗らないということで、ラストは2発を当てられるとしても、とにかく前半でしっかりスコアを削っておかないといけないので、それで難しいんですよね。なので編成も正攻法では厳しいです。コンボにしても弾きの単発火力にしても、とてもラストワン対戦に入る前に十分なスコアを削ることが私がプレイした限りではできなかったので、ちょっと編成工夫してます。ラストワンジャラコはこれ確定ですね。それからスコアが高いので、とにかく前半はハイパードレインです。色ゼルネアス、それから色イベルタル2匹入れてます。まあ、抜群ではありませんけれども、ハイパードレインは別に抜群かどうかは関係ありませんので、ここは関係影響ないですね。でとにかくこの2匹で前半ハイパードレインを使ってスコアを5万ちょいぐらい削った上で、最後ラストワンを2発5マッチを2発当てれば理論上は倒せます。ただこれだとバリアの対策が全くできていない状態になりますので、バリア対策はヤングースのバリアブレイクを使います。メガディアンシーのバリア消しだと、まずメガ効果が発動している間は他のスキルが一切発動できずに時間のロスになりますのでダメです。でホワイトキュレムのバリア弾き、これもバリアを2個しか弾けないので、バリアで詰められた時に対処ができません、追いつきません。なのでもうこの際もうバリアはダメージを与えるのではなくて、もうすべて消すっていう目的でこのバリアブレイクを入れてます、ヤングス。ではこれでいきましょう。まあ、まずやってみますね。どれだけ難しいか。ハイパードレイン、ハイパードレイン、コンボは しないでほしい。ハイパードレイン打って、あ、打てるか。ハイパードレイン、ハイパードレイン、詰まってきたら、あ、失敗しちゃった。バリアブレイクになったんですけどね。あー、これじゃ厳しいかな。バリアブレイクでバリアは解除。ハイパードレイン、ハイパードレイン、失敗してる。ハイパードレイン、で今これもう残り3秒ですよね。もうこの時点でスコアが48000、もう5万ちょい削らないとラストは2発当てても倒せないので、もっと早くハイパードレインを決めていかなきゃいけないんですよね。これじゃ全然ダメです。というわけでこれから何回挑戦するか分かりませんけども、なんとかクリアできるまで粘りたいと思います。ハイパードレイン、バリアブレイク、ハイパードレイン、ハイパードレイン、よし、削りは切った。これを2発当てなきゃダメなんですよ、今のね。これぐらいまでね、行くんですよ。
わ、惜しい。今5マッチと4マッチだったからダメなんですよね。5マッチ2回だったらいけました。よし、行けました。いやしんどかった。まあ、最初に説明しましたように、前半はハイパードレイン、イロゼルネアスとイロイベルタルで5万以上削った状態で、最後ラストワン5マッチ2回ですね。惜しいところまでね、何度もいけてるんですよ。5万以上削るところまでもいけますし、でもラストワンの5マッチが2回できないとか、ラストのワンの5マッチの形が2回できているのにスコアが5万削れてないとか、もうそういうのばっかりでしたね。なんとかいきましたけども、挑戦回数は100回超えてますね。マックスレベルアップ4個、結局80個ぐらいあったストックライフを全部使って、それでもクリアできずに、無限30分の宝石1個使って残り3分ぐらいの今状態ですけども、クリアすることができました。もちろんね、これは私のこだわり、自己満足によるものであって、決して皆さんへ推奨するものではありません。ストックライフ80個プラス宝石1個使ってノーアイテムで粘るぐらいだったら、さっさとアイテムを使ってクリアすればいいだけのことです。ですが私の中では時間制の中で唯一このラティオスレベル200がノーアイテムクリアできていませんでしたので、今回意地でもクリアしたかったという思いから挑戦して、結果クリアすることができましたので、ラティオス、キュレム、ギラティナのオリジンフォルム、すべてノーアイテム制覇ということになりました。ではこれから挑戦される方は、こんな真似はせずに素直に、コンボが得意な方はタイプレスコンボ、コンボが苦手な方は単発火力の弾き系、もしくはリレーラッシュ系を使って頑張ってください。ではご覧いただきましてありがとうございました。